皆さんどうも、ピーマンです。今回は男気物語実況6回目になりますぞい。今回はまた中日戦、前回に続いてやっていきますのでね、今季6試合目の登板になりますよ。ここまで5試合に登板して0勝3敗。まだ一度も勝ってない男気。防御率は 4.02 となってます。いや、ひどすぎるね。何のために横浜に来たのか。今、横浜ファンからのブーイングが半端ないと思う。球場に行けば死ねえ黒田くんじゃねえバカ野郎くせえあっち行けヤンキースで負けてろみたいな暴言が多々あるでしょう。ね、黒田も非常にね、今ちょっと胃が痛いですよ。胃が痛い、すごくね、メンタルやられかけてる。でもこのままね、無様に散る男気ではないですから、必ず横浜をリーグ優勝導かないとダメですからね。現在横浜はリーグ5位、なんですが、順位は悪いですが、ゲーム差は3ゲームですからね、首位までと。いいとこにつけてると思う。中日みたいにならなくてよかったね。中日ファンはもうここからリーグ優勝ないんで諦めてください。今季の中日は終わりです。おっしゃ、今季1勝目をかけて、じゃあ中日戦やっていきましょうよ。負けるはずないんだよ。もう負けていいわけないんだよ。援護をたくさんください。お願いします。いや、頑張りましょうすってなんだ、お前。頑張りましょうすじゃねえ。お前てめえ、とにかく打ってくれ、筒子。あんたが打たんことには勝ってんからな。頼んだぞ、筒子。さて、今日のベストオーダー。うわぁ、調子いいの多いな。大島からエルナンデスまで絶好調じゃないですか。わぁ、これは恐ろしいね。抑えるのが難しい中日打線となるだろう。しかし、抑える。やってこう。シャウトゴーキー、今日も行きます。現在、三振ランキングでは、リーグ5位ですね。39個。まあ、これはたくさんの三振は取れている。三振率も11点台という素晴らしい。ただ、もう、そんなのどっちでもいいんですよ。まずは防御率を3点台に乗せるとこ、そこから始めよう。スタートラインにまず立ちましょう。今立ててないからね。2戦連続この中日との戦いになるのでね。正直モチベーションとしてはあまり高くないですよ。前回 HQS も達成してますからね。まあそれで負け投手になってるんですけどね。あら、簡単に打たれたね。おいおい、一郎か、お前は一郎なのか、大島、お前一郎じゃねえだろ。なんでこんな糸も簡単に打たれるのか理解できないね。あーお、いきなりツーベースヒット。まずい。前回みたいに1回から失点するのか、そうならないからね。バントで来るよね。当然だよね。はい。これ絶対バント決めさせねえ。決まったね。三塁線。はい、筒子を投げて。グリエルね。よーし、まずはワンアウト。しかし送りバントは成功だ。完璧に決まったね。もっとバントって失敗するもんだと思うけどね。プロスピのバント成功率は 90% 近くあるからね。し、まずいぞ。1点やるつもりはない。この打球はファール。イエス、危ねえ。絶対やらねえ。よし、いいぞ、スプリットボールだ。くれよー。あー、ど真ん中シュート、結果的に三振、ありがとう。イエス、結果的に三振だ。でもアウトは取ることができたからね。おい、ここはもう抑えるよ。おい、フルヤー、絶対フルヤー、フルヤン。これだけはファル。もう一球スプリット続けるか。いや、高めスライダー行ってみよう。外に逃げるスライダー。この打球は、グーチブラ取って投げて、イエース、逃げ切り成功。あぶねー。でも、イエース、最高に気分がいいね。ここは外に逃げるスライダーを打たしてのショートゴロでの。まず一回終わりましたね。ピンチを招くということはまず問題なんですけどね。そこはみんなあまりほじくるな。いじくるなし、ほじくるな。やめろよ。まあでも一回抑えたんでね。この流れでは行きたくないですけど、最高の流れはね、続けていきたいと思いますので。援護も早い段階でくれたらいいのね。くれないからね。援護くれないからね、基本。さて行こう。防御率3点台突入したね。3.90 現在は。まあ、もちろん失点すればまた4点台っていうのはあるかもしれませんけどね。これ最低限がもう3点台だと思う。みんなこれ4億もらってこれだからね。4億ならばもう本当は2点台が最低ラインなんだけど、本当の意味での最低ラインはこの3点台だと思ってるんでね。それを下回ると本当うんこですね、もはや。俺が投げた方がいいレベルだ。さて流して。これ取れないの？ちょっとそれ問題じゃないですかね、グリエル先輩。そもそもなんでサードグリエル守ってんだよ。くっそ、今のは絶対取れると思ったからさ。これは取ったでしょ。はいはい、内村、ゲツゲツゲツ。絶対ゲツ。はい、オッケー。これもゲツ取れないの？じゃあほんと守備問題があるんじゃないのって、完璧なとこにゲツコースだと思うけどね。まあ、エルナンデス抑えだからいい、よしとしましょうよ。あまり文句は言わないからね。
甘く入ったこのツーシームも運ばれてライトオーバー。ああ、これタイムリーヒットですが、どうだ、タイムリーではない。またもピンチか。今のツーシーム投げたそら打たれるよ。打たないやつ世の中いないって。まずいって。杉山ね、よし。前回は谷繁だったんですけどね、キャッチャーは。ここで抑えれるか。イエス、ナイス。いや、フルヤー、イエス、グッバイ、イエス、ツーアウト。で、次、キャッチャーですからね。キャッチャーだ、ピッチャー。山井くんですわ、山井もですわ。10の1、怖さはない。ピッチャーに打たれたら本当に首を切る。自殺というものをしようと思うんでね。それはもう絶対ないことなんで。絶対にね。はい、ゲームセット。レッツゴー。2回もピンチを招いたが0です。これが男気というピッチングかな。被安打が高い。被打率がもう4割近くあるからね。ひどいんですけど、まあ、結果的に0で抑えたんでよしとしましょうよ。ピンチを招きながらも抑える、最高じゃないですか。さて、援護ください。お願いします。あ、もう終わりですか？そうなんですか？援護なしですか？それが当たり前だと思ってないかな、みんな。ねえ。黒田だから援護やらなくてもいいと思ってる奴が世の中いるね。ここにいるね。うん。この球団にいちゃってるね。それダメよ。殴るぞ、お前。ちゃんとやれ。今んとこ野手として全く仕事してくれてないからね、うちの選手たちは。うわーっつ、ここは狙いも決めつつ、それ以外にも対応する感じになりますね。よし、グリエル、これはアウトにできる。悩んだダメよ。おー、素晴らしい、素晴らしい打球反応、そして素晴らしい肩だね。今の日本人の選手だったらね、サードあれね、ノーバウンドいけてないと思う。ワンバウンドかツーバウンドしてると思うから。で、大島の走力を考えればね、ツーバウンドワンバウンドしたら内野安打になるからね。よかったよ。ああ、ツーアウト。さて、あと1人。3回ちょっとゼロでいけそうだね、被安打は。いやー、いけなさそうだな。ルナだよ、ルナ。この男がちょっと男気の前に立ちはだかってる感が否めない。さっきもど真ん中での三振ですからね。失投での三振なんで、実力で取ったものではないんだよね。ゲームの仕様によっての三振ですから、プロスピは、まあ、何度も言ってますけど、失投を振ってくれるケースがあるのでね。そういうありがたいところでの三振だったんで、あまり喜べない、素直にね。この打球は、よし、内村取って投げて、レッツゴー、イエス、イエス。3回ようやく被安打0で抑えました。この気持ちよさは他にはない。快感というやつですよ、まさにね。援護があればもっと気持ちいいんですけどね。3年間オナにいらないよ。お、来た、お前、なんで、この流れで手が入るな。手首切っていいですかね、とりあえず。自傷行為で走ろうと思うんだが。嘘だろ、この流れで点が入らなかったらさ、もう、悲しくなってくるよね。あ、やアウト。簡単に平田を抑えた。流れるように抑えたね。あ、終わったのっていう。いやいや、でもその流れでちょっと点が入らないのは理解できないことかな、俺の中では。ど真ん中スイットはダメ。スイットを投げるようなピッチャーはもう生き残っちゃダメ。この打球はファール。ふう、ど真ん中スイットでも、これで結果的に三振ですからね、ツーアウト。さて、エルナンデス、いや、さっきはこのエルナンデスをここで、まあ、ゲッツは取れなかったんだけどね、あそこであの流れで抑えたことが良かったと思うよ。エルナンデスにも打たれてたら、もうそれ絶対1点は入ってたね。それはわかるよ、大体ね。大体そういうの分かっちゃうから。はい、OK。からの決め球、外に逃げる、通信ボールはどうだ。わーん、イエス、ファールボール。はい、OK！ ナイス、今のはボールからボールになるスプリットね、お手本のような。完璧な球だね。ほんで、ベストピッチですからね。やっぱ振っちゃうよ、バッターはね。すごくわかる。俺はあれ振らない人間より振る人間の方が大好きだね。味方でも敵でもね。うわ、こいつも人間なんだなって感じがするよ。これ振らないやつはちょっとロボット感っていうのがあるな。あ、所詮は AI か、みたいなね。所詮はゲームか、みたいな。そんな感じがするから、今の空振り三振っていうのはなかなか気持ちいいよね。お、グリルよく取った。いい打球であるんだけどね。真正面ワンアウト。レッツゴー。さて、5回のマウンドになるね。今日はここまで0失点。この流れでどこまでいけるか。防御率も気がつけば 3.53 というね。だいぶ落ちてきてますから。で、チームは援護ないしね。うん。
毎回だよね。1点でも くれればね、黒田に勝利投手の権利がついて今季1勝目ともいけるんだけどね、援護ない限りは勝利投手の権利がつかないんで、山井君もいいピッチャーだとは思う。今日の調子は絶好調だからね。あ、絶好調じゃない、普通なのね。いやいや、でもそれで打てないっていうのはね、ちょっと恥だよ。あら、ピッチャーに弾き返されて、これレフトオーバーか。いや、すぐ追いついた。あっぶねー、何男気ピッチャーに弾き返されてんの。やっちゃダメでしょあんた、打たれんじゃねえよ。さて、お、来たんじゃない、来たんじゃない。うわ、もう筒子打てよ。何、今日俺頑張るっすとか言ったじゃん。なんだよ頑張るっすって。頑張りますでいいだろう。なんで巣つけるんだよね。え、言い方があるだろう。敬語っぽく言ってんじゃねえよ。全然敬語じゃねえんだよ頑張るっすって。よく後輩キャラありがちだけどね。俺が先輩だったらぶん殴ってますからね。お前口の利き方少し考えろよって。一球も入らない、やめてしまおうかな。大島をランナーで、フォアボールでランナー出す、一番最悪なことだからね。それはもう世の中いろんなダメなことねあるけどね、それこれが一番やっちゃダメなことだから。うわ、もうショートの頭超える。結局打たれるっていうね。こういう技術があるバッターっていうのは嫌だよ。この才能でやってるんじゃなくてね、完全なる技術でやってますから。あっさり打たれたな。バントで来るよね、そら。セオリー通りの野球というかね。はい、OK、 送りバント成功でランナー二塁。来ましたね、久々のピンチだよ。大丈夫、このピンチを切り抜けるのが男気。得点圏打率は1割1分4厘、35の4安打ですからね。打ってる方が珍しいんで、これはね絶対抑えないと。ボールっすか、厳しすぎない。振らね、スプリットボールいこう。はい、振らない、フォアボール。ノーノーノー、無理ノー無理。いやでもここは正直ね、ルナはやっぱ怖いんだよね。得点圏、いくら得点圏打率がしょぼいからといっても怖いんで、まあ、ここでゲッツーっていうのが欲しいかな、平田で。よしよしよし、なんで、What？ 今のは取れるだろう。どこ守ってんだよ。今の取れないのはダメでしょう。完全にゲッツーだと思ったけど俺は。なんで誰もいねえんだよ。おかしいだろう。まずほんで、なんでこの場面で中間守備なの。普通前進敷くと思うけど。まずいぞこれ。いやもう欲しいのは三振だね。一点もやるつもりないんで今日は。よしよしよし、ホームホームホーム、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。ファーストは惜しい、ナイス。とりあえずゼロ、とりあえず今のところゼロ。イエス、森の抑えた、素晴らしい。ロペスの判断も素晴らしい。送球がやや高いけどね、高いというか危なかったよこれ。逸れてるもんね若干。これがなければファーストアウト取れてるかもしれないよ、タイミング的には。うん、取れてるね多分。うわ、エルナンデスだ。わりかし男気物語では打たれてる選手なんだよな。うわ、もう入らないし。イエス。うわ、流して、うわ、あぶねー。最後はスプリットボール、ふるやん、振っちゃうじゃん。それ振らなかったらもうお前は何なの。哺乳類じゃないことは確かだよ。流して流して、グリーフ取って、グリーフ取って、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。ふわふわふわ、この6回逃げ切った男銀、もう最高すぎるね。ちょっと今のは投げるとこなかったね。最後はもう男気が持ってるツーシームボール、これを投げるしかなかった。カーブもスライダーもカットボールもストレートもスプリットボールももう全然信用できなかった。このボールだね。はい、はい、来た。1点でしょ。はい、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 来た。はい、来た。はい、来た。はい、来た。ようやく長い援護来た。ようやく長い援護。待ちに待ってた援護来たよ。カモ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 。見てよみんな。7回の表に点が入った。ほんで7回の裏をゼロで抑えるとですね、このまま勝てばですね、男気勝利投手の権利を得ますからね。とりあえずこのイニング大事になるぞ。ここは絶対にね、1点取ってくれたんだ。今日勝つしかねえぞ、多分。今日勝てなかったら連敗多分続くと思うわ。男に多分もう、8月くらいまで一度も勝つことなく、終えちゃうよ。はい、三振、ナイス！
グッバイベースボール。最高だね、今のスプリット。流れるような三振っていう、本当見てて気持ちいい今の対決になったね。ああいうリズムっていうのは大事だから、か、これもし、どうなんだろうね。次のイニング、ね、リリーフを送られるのか、それとも、まだ男気で行くのか、迷うところではあるけどね。完封っていうのもまた頭あるでしょう。よし。あ、でも今日は完封いいかな、もう正直。残るはあとセットアップと、守護神に託したいところであるけどね。さて、福田、今季の成績、打率1割2分、ホームラン1本。パワーはあるかな。まあ、前年で言いますと2015年の4月は本当にこの男大活躍だったからね。それこそもう、おお、こいつ日本を代表する選手じゃねえかみたいな勢いで、ね、打ってたんですけど、やっぱそうでもなかったっていうね。ただのまぐれっていうね。うん、調子良かったっていう。まあでも怖さはないからね。1割2分のバッターに恐怖を感じることはない。何に？お前何に？お前何に？はい、オッケー。ファーストゴロ。はい、ロペスよく取った。はい、7回抑え。これで今季1勝目の勝利投手の権利を得た。ここからどうなるかですよ。どうなんだ、男気まだ8回も行くか。個人的には変えてもらっても構わない。お、もう1点来るか。うわー、グリエル。イエス、イエス、イエス、スゴーのタイムリー。ナイス、ナイス、ナイス。行くね、行くね、8回も行くね。今日は完封行く。今季1勝目、完封狙っちゃう、行っちゃう。よっしゃ、来いや。狙おうやないけ、ボケ。このイニングは大島からまた始まるね。ほんとよく打たれてる選手ではあるが。2点だからね。2点取ってるんだ。余裕持っていこうよ。焦ることはない。いつもの焦りはもう、ドブに捨ててこよう。はい、三振！お前も三振に取ったと思う。簡単すぎる。なんじゃあいつ、全然大したことねえわ。はい、オッケー。焦るね。とにかくもうルナの前にランナー置かないことだね。あのバッターちょっと前回打たれてるので、レフトオーバーね。うん、解説曰く詰まった打球なのレフトオーバーになるという意味不明な解説だ。もうどこの宇宙人ですかねっていうことを前回言ったんですけど、絶対ランナー置いてはダメだから。よし、2アウト、あと1人で、ルナだよね。9回これいける、完封いけるぞ。どうだろうな、でも変えられる。個人的にはね、別に完封完投というのはどっちでもいいからね。よし、ルナを抑えて、エース。さて、あと1イニング。中畑監督はどのような采配をするのか。まだ男気に行かせるのか、それとも確実に勝利を取りに行くため、セットアッパー。あー、代打だ。3点目、いやいや、もういい、いい、4点目、おわわわわわ。な、どう、急にどうした？打ちまくってるけどね。わ、はい、最後はもう山崎でしょ。三上ね。三上、頼むよ。男気。まあでも4点ありますからね。はい、もうこれは余裕でしょ。はいはい、終わり。はい、イエス！男気、ようやく5月にして、今季6試合目にして、ようやく1勝目を取ることができました。本当に、本当に厳しいですよ。今回も6回まで0ですからね。あの、何度もピンチを招きながらも1点与えなかった、その執念っていうのが、この横浜野手陣に届いたんじゃないでしょうかね。うん、今までは男気の時は援護なんていらねえ、あんなやつ広島に行かしとけばいいんだよ、みたいな空気は流れてたと思うんだけど、心の底からなんか、横浜の選手たちと繋がったという感じがしましたね。これからはもっともっともっとたくさんの援護をくれると思うんで、ぜひ期待したいと思いますよ。これで、ねえ、くれなかったらもう、暴れちゃうぜ。いろんなもん破壊するで、俺は。ねえ。気をつけてくれよな。ようやく1勝目。気持ちいいね。やっぱ勝つっていいわ。ああ。チーム勝つことがね、目的でこの男気物語、リーグ優勝を導くためやってるんだけど、やっぱ男気も勝ちたいね。気持ち良さがやっぱ段違いだな。今日の男気のピッチング内容を見ていきましょう。8回投げて打者30人に対して球数は103球。被安打5本で三振が9個、フォアボール1つ、失点は0というね、これ2試合連続 HQS 達成ですよ。ほんで防御率は 3.20 で、今季1勝目。そしてその後投げた三上くんも完璧に抑えてくれたね。うん。いや、もうあそこで変えてもらって結構ですね。やっぱあそこで男気に代打を送ったことで下園が打って4点という流れになったので、普通にもう完封完投っていうのは頭ないので、基本俺は早く変えてもらってもいいと思ってんで、いや、ほんと、ありがとうですよ。うん。そうだよね。あの場面だよね。あそこで1点取られてた多分7回の点はなかったと思うよ。
あの場面だよ、ほんと。あれがターニングポイントだったね。あそこで抑えたから今日勝てた。これからもっとそういう場面で抑えていきたいし、勝っていきたいね。フォー、気持ちいいね、ほんとに。ようやく1がついたよ。今日負けて4敗目なら、ほんとに気分が悪くですね。俺は不機嫌なまま、家族にこの怒りをぶつけてたと思うんですけどね。まあ、やり返されるんですけどね。危なかった。家族に怒りをぶつけることなく、今夜は、ぐっすりと眠れそうですね。はい、じゃあ、横浜の試合見ていきましょう。次回は5月の8日、巨人戦登板予定なんでね。巨人戦は今季まだ一度も登板してないよね。あ、してますね。あ、そうだよ。開幕戦登板して7回投げて3失点というピッチングでしたからね。QS は達成しましたが、勝ちはつかずという感じでしたね。じゃあ、見ていきましょう。この勢いで勝ち進んでもらいたいね、横浜にも。どうだ？はい、5対9。はい、ボコボコじゃー。三上が打たれてるし。よかった。俺の時打たれなくて。男気の時打たれなくてね。うん、今、ほっとしたわ。チームの敗北より、ここでね、先へ炎上しなかったほっとさだけが来たね。うん、あっちの方が上回ったよ。さて、中日3連戦の3戦目になるかな。このカードはどうだ？勝ち越しで終えれるか？おお、ははは、脱線爆発。これが横浜の怖いとこなんだよね。他の球団のファンの方は横浜のことをどっか心の中で舐めてるんだけど、そういう舐めた気持ちで応援してるとですね、こう、横浜の爆発力にね、火がついてですね、火薬に火がついてですね、ボコボコされますからね。もうメンタルえぐられるくらいに、もうこの球団のファンやめようかっていうくらいにね、ボコボコされますからね、そこは怖いところではあるんだけどね。それ男気の時にも見せてほしいけどね、その爆発力っていうのはね。今日でも出たんじゃないかな、後半戦に。ちょっとだけ顔出したよね。爆発力という名の鬼がね、チラッと。こんにちはって。男気さん、こんにちはって。出てきてくれたからね。そのおかげで4点も入ったんでね。あの勢いですよ。あれ大事になってくるね。横浜ヤクルトやられすぎじゃない？ 6 対2多いな。試合展開が全く同じだわ。え、同じ試合ってなっちゃうよね。うん。あれ、昨日と同じ結果だっていう。全く面白くないな。同じとこ回ってもね、同じことしても何も面白くないですから。最後勝っていこうよ。どうだ？今日も負けるの？このカード、負け越しは決定ですからね、ヤクルト戦。おー、9対3。これが横浜の意地ね。素晴らしい。爆発力がある。勝つときは本当とことん得点取って勝つからね。その代わり接戦で勝つことはほとんどないけどね。これが怖いとこなんだよな。爆発が半端ないっていうね。お、次回の巨人戦は、田口との投げ合いになるね。ルーキーとの投げ合いか。いやいや、もう男気からしたら全然もうルーね。あ、ケツの青いガキですから。ケツにブツブツ生えてるガキですからね。何の怖さもないと言っておきましょう。さて、男気の成績を見て終了にしようかな。現在、防御率ランキングでは12位につけてますね。3.20。投げたインが39回、3分の1イニングを投げて、勝率は2割5分、1勝3敗と今季1勝目は今回ぶち上げることができたね。で、6試合に登板して QS が5、HQS が2、奪三振は48個となってます。フォアボール9個で、被打率が3割3分1厘。まだ高いね。得点圏被打率は4割。対右被打率は2割5分。対左が4割1分3と、ちょっと極端な数字になってるね。そしてウィップは 1.58 と、今回の実況でかなりのね、まあ、防御率だったり、そしてウィップ被打率というのを下げれたんじゃないでしょうか。まだまだひどいラインにはいますけどね、QS も達成できて試合も作れてるので、その辺は目をつぶっていただきたいね。次回の巨人戦でも最高のピッチングをしてですね、今季2勝目を上げていきたいと思います。ケツの青いガキ、ケツのブツブツできたガキに負けるはずないだろう、男気がね。てなわけで次回もお楽しみに。グッバイ、また会いましょう。